総計両方って言ってくる子は、まあ、両極端ですね。上智行きたいはあるんで、上智だけをこう大丈夫してくるケースっていうのが少ない。明治じゃなかったら、マーチって感じの志望が多いですね。なるほど。国公立志望の子は、そもそも塾に行かない子は結構多いかなと思う。学習院や立教は。ということで始まりました、モテチャンネルです。さあ、今回はですね、やってまいりました、レギュラーの中村先生です。ハローゼア、はい、はい、よろしくお願いします。はい、中村先生のハローゼアが見れるのはこのチャンネルだけ。はい、今回はですね、はい、武田塾の人たちから人気がある大学って一体どこなんだろうっていうんですね。これは相談に来るっていうことですか。そうですね、相談に来たりとか、はい、まあ塾生の人たちがここ受けたいんですみたいになる、はい、ああ、なるほどなるほど。ちょっとやっぱその辺のこと分かんない人がかなり多分多いと思うので、はい、はい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 。これはですね、もう校舎と時期でバラバラですね。なるほどなるほど、はい、うん、やっぱり僕だとお茶の水本校にいた時期がやっぱり長いんで、うん、まあ、お茶の水本校をベースに一回話させてもらうと、もうお茶の水本校は圧倒的に私立が基本的に多いんですよ。まあやっぱ東京なんで、うん、まあ、早慶マーチの相談が多いですね、特に文系は、うん、はい。で理系だと、まあ、国公立の方が、まあ、私立よりは多いかな。でも、うん、そもそも次第文系がかなり多い印象ですね。はいはいはい、なるほど。まあ、やっぱり予備校とかだと、はい、まあ、私立文系コースとか総計コースとか、はい、国立コースみたいなコースみたいなんでボーンってやるじゃないですか、はい、その辺のところで武田塾の人ってどうやってやってんだろうって多分ね、はい、クラスとかが、はい、まあ、教室がこう、はい、あるわけじゃないじゃないですか、はい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 、だからどうなってんのかなって思うんですけど、これはもうコースというかコマの中で好きな科目をこう組み合わせて選べるようになってるんで、まあ1科目だけ取れるコース、2科目だけ取れるコースとか、全科目まとめて取れるコースとかいろいろあるんで、まあそれをその本人の希望を聞いて、だったらこのコースで週何回の組み合わせがいいよって提案するような感じですね。うん、なるほどなるほど。じゃあ具体的にちょっと大学名とか聞いてもいいんですか。はい、いやでもやっぱり圧倒的に多いのは早慶志望で最初相談来る子が多いですね。ああ、現実の志望校は、ね、まあ時期によって大体変動してきて、うん、まあマージに落ち着いたりとか、そのまま早慶貫いたりっていうケースも結構ちらほらっていうか分かれますけど、じゃあやっぱ早稲田が多いですか。まあ、早稲田、明治が多いですかね、志望する人は。はいはいはい、早稲田と明治、はい、やっぱり人気ですね、はい、で、明治じゃなかったら、マーチって感じの志望が多いですかね。なるほど。特定のマーチのどこかじゃなくて、ね、マーチって志望するケースが多い。明治か、それ以外かみたいな。明治は結構、明治って言ってきますね。ああ、はい、そうなんですね。なんか、横浜市民の人がね、神奈川県にいるのに、横浜出身ですって言ってくるみたいな。そんな感じですかね。はい、多分、マーチだったらどこでもで、多分、明治は選ばないんでしょうね。やっぱ難しいっていう印象があるからだと思うんですけど。なるほど。はい、で、まあ、早慶は、どっちかに分かれてる子がやっぱり多いですけど、そうですね。はい、で、早慶両方って言ってくる子は、まあ、両極端ですね。すごい実力ある子か、うんうん、逆に全く実力がない子。なるほど。要はある程度実力ある子はどっちかが自分が向いてるとか行きたい行きたくないが決まってる子が多いのかなっていう感じですかね。で、両方受かる子は両方とも考えてるし、どっちかわからない子はとりあえず両方行ってくるしみたいな感じなのかなっていう印象ですかね。確かに、はい、確かに片っぽ片っぽの人多いですね。はい、なんかやっぱ慶応受けないのっていうと小論文がって言ってきたりしますしね、はい、で慶応しか受けませんって、はい、早稲田受けないのって国語ができないんだよとかですね。はい、よくありますけど。あ、そうなんですね。え、上智とかどうなんですか。お茶の水だったら上智はいや多くはないですかね。そうなんですね、近いのに、はい、多分その上智でじゃあ行きたい学部どこってなった時に早慶か上智行きたいはあるんですけど、うん、上智だけをこう大志望してくるケースっていうのが、うん、少ない、うん、少ないですね。もう大体上智受ける子はやっぱりその AB に行きたいとかっていうの で、うん、でその場合だと早稲田の国際教養を考えてるようなケースも多いし、はいはい、あとはまあ外語大行きたいみたいなケースも結構多いかなっていう感じですかね、うんうん、なるほど。ないんですか皆さんのですね母校である学習院や立教は。学習院立教は結構いや多いとは思いますよ。立教はただ今年はやっぱりあそうですね、入試変わっちゃうんで、はい、敬遠されがちですよね、はい、あとはまあ早慶の弊害に若干使いづらい大学ではもともとあるんで合格点が高いっていうのがあるんですね、はいはい、学習院はこの時期だと結構相談来るケース多いかなっていう。おお、そうなんですね。ちょっと今の相談だとどれぐらい来るのか分かんないですけど、うん、僕結構相談乗った時とかは秋口とか夏終わってからになってくると、うん、まあ志望校が大体その春と秋で
同じ相談してくる人でもワンランク下がってる印象なんですよね。大体。なるほど、下がるんですね。はい。それは多分現実的に間に合うところっていう、うん、現実的に間に合うかどうか実際に実力化してるから、確かに。まあただマーチならまだ間に合うかもとかっていう感じで行ってきた時に、結構やっぱりその学校の雰囲気が好きで学習院って行ってくる子は、特に女の子なんかは結構学習院行きたいって子が結構多い印象ですね。そういう感じなんですね。今は良かったですね、塾長。学習院、マーチと学習院ってちょっとなんか学習院の方が雰囲気が落ち着いているというか、真面目な空気が多分感じてる方が多いのかなっていう。なるほど。塾長からにじめてるんじゃないですか。ちょっと例外もあるということで。立教がおしゃれというイメージも僕を中心に考えられるちょっとどうなのか楽しみになるんで。そうですね。なんかやっぱ立教青学おしゃれって感じのね、はい、イメージありますけどね。はい。なんかそしてなんかかわいそうな中央みたいな。中央はまあ遠いですからね。そういう感じなんですね。はい。でこれが地方になるとやっぱだいぶまた変わってきますね。はい、国立志望ですもんね、地方って。いや、そうです。でも意外と武田塾に来る子は半々ぐらいですね。あ、そうなんですね。地方でも、もう国公立特化ってことは実はそんなにないんですよ。これなんでかっていうと、国公立志望の子はそもそも塾に行かない子は結構多いからだと思うんですよ。おー、そうなんですね。ほうほうほう。はい、で私立の志望の子はその情報が地元にないんですよね。マーチとか早慶行きたいって言っても相談できる人が周りに早慶マーチ出身がいないし、まあ、先生方も進路指導であまり早慶を担当したことないことが多いと思う。なるほど。はいはいはい。でも武田塾って、まあ、全国、まあ、オンラインでつなげようと思えばつなげられるわけですよ。今だったら、まあ、いっぱいテレビ電話とかもあるわけなんで。なので例えば早慶の人に沖縄とか北海道の人が相談したいって言ったらやろうと思えばできるわけですよね。そうですね、はい、意外と全国どこでも国公立が極端に高いっていう校舎はそんなに多くないですよ、志望が。へえ、はい、意外ですね。まあ確かにそれ利点ですね。いろんなとこから早慶とかマーチのですね相談できるっていうのはでかいですね、はい、そうなんですよ。で実は結構困るのがみんな社会とかなんですよね。ああはいはい。あの理系科目って正直国立でも私立でもそこまでなんというかやることが変わらないというか、要は国公立のめっちゃできる人が先生でいてくれれば私立の理系を志望してたとしても対策の仕方が結構アドバイスしてもらうことが多いんですけど、これ早慶の社会をじゃあ例えば地方の宮廷とかの人がアドバイスできるかっていうとまたちょっと違うじゃないですか。確かに違いますね。なので意外とだから私立で困ってる人は結構全国多いんだなっていう感じはします。なるほどなるほど。国立だと志望が多いのとかってあるんですか。どっか。あーでもやっぱりその地域ナンバーワンのところを志望する子が多いですかね。なるほど。地域ナンバーワンの地元国公立と憧れで出てくる大学みたいな、うん、例えばその中国四国地方であれば結構やっぱり多いのは地元の国公立と神戸とか広島とか、はいはい、まあ岡山とかあの辺とかを結構考える子が多いっていう感じですかね。なるほど、はい、地元の国公立、はい、そうですね。地元から離れない人結構多いですもんね、やっぱりね。カンカン同率はどうなんですか。カンカン同率は、まあ、まず関西圏はやっぱりマーチよりも圧倒的にカンカン同率のケースが多くて、で関西以外の地域だと結構もうこれは東京のマーチとカンカン同率は割れますね、かなり。おー、そうなんね。九州でも、もう関西行くならマーチがいいっていうケースもあれば、いやでも関西の方が近いからっていうケースもあったりで、結構、まあ、やっぱりカンカン同率が強いっていう地域は多分関西圏かなっていう感じですかね。他はそんなにカンカン同率の方がっていうのはあんまないかなっていう印象ですね。まあ、確かにね、東日本だったらあんまりないかもしれないですけど、上の方とかね、東北とかからカンカン同率行くっていうのはすごい少ないとは思いますね、はい、名古屋とか中部のあたりだったらどうなんですかね。両方分かれますか、ね、まあ迷うんじゃないですか。行きたい学部だったり憧れの大学があるかどうかと思いますけど、そんなにカンカン同率って感じじゃないと思いますね、はい、なるほど。どっちにも割れる感じです、はい、いろいろそういう差があるわけなんですね、はい、どうですか、最近相談してて人気出てきたなとかってあります。いやもう今年は本当に入試制度の質問がすごく多いんで、どこなら入れますかぐらいの相談が結構やっぱり多いし、あとなんか情報が少ないからあんまり変わんないところというか、去年と同じところ踏襲するようなところを使用する人が多いんかなっていう印象ですけどね。そうですね、不安が多いですもんね、はい、やっぱり共通テスト、はい、共通テストの相談が圧倒的に多いんじゃないかなと思います、はい、本当にどうなるか分かんないですもんね、はい、みんなその相談が多いですよね。今までのねセンター利用が共通テスト利用になってどうなるんだとかもね、すごく心配している人も多いと思うんですけど、ね、
はい、という形でね、やっぱ武田塾は基本総計の相談が一番多いと。総計マーチが本当に多いと思います、ね。総計マーチということ。春なら総計、秋以降だとマーチが。なるほど。相談が多いかな。なるほどなるほど。はい。という形になるってことですね。はい、意外とですね、皆さん知らなかったんじゃないかと思いますが、はい、そうですね。まあ武田塾チャンネルのね、コメント欄に書いてる人たちだけじゃないですからね。はい、いろんな人がいるっていうのが分かったと思います。はい、今回は中森先生においでいただきました。はい、ありがとうございます。